こんにちは、りなこです。今日も私が普段やってるストレッチや筋トレを紹介していきたいと思います。これで筋トレとストレッチの動画は最後にしたいと思います。まずは仰向けに寝て、こんな感じで足を上に上げたら左右にゆっくり倒していきます。ではね、腹筋ですね、腹筋の前とか横とかお腹周りの筋肉が鍛えられます。こんな感じで今早送りになってるんですけど、ゆっくりやればやるほど効きます。はい、そしたらね、今度は足をクロスしたり開いてクロスしてっていう動作です。これは足のむくみが取れるっていう運動です。足の付け根のね、リンパの流れが良くなっていいらしいです。これはね、まあ何回か、20回から30回ぐらいやります。はい、その後今度は背筋やります。うつ伏せに寝ます。そしたらこうやって右手を上げると同時に左足を上げます。ちょっとね、映ってないんですけど、左手を上げると同時に右足を上げる、右手を上げると同時に左足を上げるっていう感じで交互にやっていきます。こうやることによって背筋がね、こう交互に鍛えられて、こう楽なように見えるんですけど、結構ねこれが背筋にも効くし、なんかお腹にもちょっと効いてるような気がします。これを40回から50回ぐらいやっていきます。はい、そしたら背筋を伸ばすストレッチです。正座をしておでこを床につけて、ゆっくり背中を伸ばしていきます。はい、もうあとは今日はゆっくりストレッチだけです。こうやって座って、手を頭に乗せてゆっくり首を横に倒していきます。肩から首にかけて伸ばしていきます。はい、そしたらゆっくり首を回していきます。で、反対にも回していきます。ゆっくり大きく回します。で、そしたら手を前で組んで、ぎゅーっと背中を丸めるようにして背中を伸ばします。そしたら左右の足の裏をつけた状態で、また同じように前で腕を組んで背中を丸めて左右にぐーっと伸ばします。で、今度は後ろで手を組んで胸の筋肉を伸ばしていきます。はい、そしたら前に倒して、まあ、内ももから背中にかけて伸ばします。で、またあぐらになってで体を倒します。そうするとこの体勢だとね、すごくね、お尻から外ももが伸びる感じで、すごく気持ちがいいです。で、反対の足を前にしてまた前に倒れます。お尻から太ももの外側、後ろ側が伸びるような感じです。はい、そしたら今度は体をひねるストレッチです。右足を伸ばして左足を曲げて、右肘で左足を押していきます。ぎゅーっと ねじれるところまで、反対も同じように、左足を伸ばして右足を曲げて左肘で押していきます。足を伸ばして体をぐーっと倒して前屈していきます。息を吸って吐いてゆっくり伸ばしていきます。はい、今日はこれでおしまいです。はい、筋トレやストレッチをした後はしっかり水分を取るようにしてます。ミネラルウォーターを飲んでます。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。